どうも皆さんこんばんは、フォーマーです。というわけで MHF レールウェイズの方の動画行ってみたいと思います。まずですね、各支社の状況なんですけど、こちら中高架なんですが、その地下を走っています、中原新幹線ですね。中高架、新星原の方から伸びてきているこちらの新幹線なんですけど、今回延伸を果たしました。こっち、中高架支社が空港を誘致しようと予定しているところをくぐって、そしてこちらで地上に出てきますかね。かな、ここから地上に出てきて、最近、改名をいたしました、小田原ならぬ大田原を抜けまして、こちらですね、前回ちょっと見切れてたと思うんですけど、みそか市の方に新たにホームができています。こんな感じだね。そして、ここからさらに、この観覧車の脇を通って、で、佐賀駅の地下ホームの方に、ターミナルができています。いい感じですね。中原新幹線、佐賀延伸を果たしたっていうことになってます。廿日市支社としてもね、こっちから、東側の佐賀の宮線は、前回、いただいて、廿日市支社の管轄になったんで、ちょっと近所が盛り上がるのはいいなぁと思っています。続いて、中高架支社の方だね、中高架支社の方はですね、こうダイヤ改正がありましてですね、前回エストレ、マニアックなんだけど、こっちが廿日市支社側に入る方、こっちが中高架支社側に出ていく方で、左側通行だったと思うんだけど、ちょっとダイヤ改正の影響で右側通行になってます。こっちの N トレインがこっちの方に入ってきて、あっちの N トレインが向こうに逃げていくっていう感じだね。まあいろいろダイヤ改正が合っているみたいです。ちなみに中高架支社、改め千島支社となる予定なんですけど、その動画の方 YouTube の方で標準地さんが公開を始めておりますので、ぜひ i マークまたは概要欄からそちらの方も見ていただけると嬉しいです。再生リストの方に追加もしておきますね。はい、それではじゃあ廿日市支社一体何をやっていたんだいっていうことなんですが、こちら南の方に行きまして、先ほどの大田原から見ていきましょう。なんか伸びてると思いませんか。こちらね、こちら佐賀宮線からこっちの方ね、佐賀宮線となんかパラレルで走ってんなと思うでしょ。こちらがジャンと線路が伸びているわけです。こちらが、箱松板祭りで、こちらが、遺留場車庫がついてますね。もうなんとなく皆さん分かってきたでしょう、フォーマーが何を作りたかったのか。見たことありません、これ年末年始の箱根駅伝とかで分かんないかな。一応フォーマー渾身の作なんですけどね。はい、こちらがですね、箱松湯本駅っていうことで作っています。なんかそれっぽい列車走ってるでしょ、なんかね、ちょっとね、ドストライクの車両がないからね、仕方ないんだけどねこんな感じで走り出しています。ほらちゃんとね、こっち側の線と あのこう壁があるみたいな感じになってます。伝われで、列車自体はどこに行くのかというと、あれに乗っていけばよかったね。あ、出てきましたね。あ、いい感じじゃないですか。はい、こんな感じで出てきて、スイッチバックがあるんだね。ちょっと飛ばすか。はい、ちなみにこちらの、日比谷線の車両は、こちらもまた、新城支社の方からいただきました。新星原の支線で使ってたんですけど、廿日市支社があのグレンとかバンバン走らせちゃったんで、もういただきました。こちら小平台っていう名前です。でまた信号場があって信号場なんだよね、上小平台信号場なんだよね。そして、皆さんご存知ですね。あ、当然ここ貨客混載やってます。貨物別で走らせるの大変だったんでね、
で、コーラって駅になって、こっからはケーブルカーになって、こちらが、曹操山っていうところになって、この通りロープウェイですよ皆さん、ロープウェイが走っています。マップ外の方にね、はい、伸びてますね、展望台とかね作ってみたんだけどね、普通に勝手に街作るようにしたら、もうとても星の観察じゃない感じになっちゃったね。はい、そんな感じで箱松登山鉄道っていうのが開業してます。ちょっと MHF レールウェイズじゃなかったんってなるでしょ。いやいや、これはですね廿日市社がごひいきにしているグループ会社っていうことで設立をさせていただきました。なんで MHF レールウェイズには間違いないです。廿日市社の管轄の、グループ会社っていうことでやらせていただいております。いいでしょ日比谷線いるけどね、どうなってんだろうね、熊本電鉄みたいになってるねはい、そうだよね、だってこの銀座線の車両とかもね本来パンタで走らないはずだもんね。てか何で走ってんだこいつ連結ありきなんか、電気もらってんのか、よくわかんないですね。はい、というわけで箱町登山鉄道が開業したっていうことになってます。これによってね、廿日市社、この通りフォーマーが作りたいなと思ってる線路は全部出来上がってしまいました。はい、なんでね、路線図の方を作ってみました。参考になれば幸いでございます。来るかな列車、来ないねまあね、まだちょっとこのいわゆる登山鉄道線の方しかできてないからね、ちょっと寂しいなって感じもありますけど、今後、なんかいろいろ展開を考えていこうかなと思っているところです。どう撮ればいいのかな、こうかなよくわかんないね、はいこことかかな、あ、いいね、ここ。ここをちょっとサムネに撮ろう。いいね。なんかいい感じで撮れました。で、この路線図ができたわけなんですが、こちらね、全然、使ってなかった、日瀬峠支線。こちらの方にね、415系の1500台走らさせていただきました。そうだね。まあ、新城支社から、お借りした、お借りしたいただいた、列車になるんですけど、こちらの方で、こちら、大海原の駅の方にもやっと列車が来るようになったって感じです。それ以外にもね、この、久慈宮半島、久慈宮島の車両基地的な感じで、夜はここに車両がわーって並ぶようになってます。いいね、大海原ね。いいね。いいね、富士山見えるもんね、すごいね、これまたサムネになるねお前415どこいんねんって感じだよね。いいね、まあおかげでね、各地開発してたからこんな感じでそこそこ街になったんだよね。なんかこうクレーターみたいになってたんだけど、逆にその地形を生かしてね、この道路とかね、一体お客様どうやって登っていくんだって感じだけどね、エレベーターがあるのかなまあ、いい感じで盛り上がっています。はい。そんな感じです。あ、廿日市支社も、旅客庫をこちらの方に手に入れました。米俵坂旅客ターミナルって感じです。あとね、謎にお城が建ってたりね。いや、昔から建ってたけどね。うん、皆さんは気づいてないだけじゃないかな。あと、久慈宮宇宙センターも出来上がってます。ね。たまにロケットの打ち上げがあるのではないかなと。いい感じでね、開発をさせていただきました。せっかくいただいたんでね、いい感じで使わせてもらおうっていう感じです。そしてそしてね、最後にね、フォーマー、A 列車で行こう語り合おうラインっていうのをやってるんですが、それでちょっと動画投稿者でリレーできたらいいねって言って、カシオペア車両をみんなでリレーするのとかどうとか言ってたのが、まあおよそ半年前だよね。だから多分話としてはもう死んでるんだと思うんですけど、まあせっかくなんでやってみようということでやらせていただいてます。あ、こちらですね、はい、A 列車で行こう動画投稿者リレー号ということで、カシオペアなんですよ、カシオペアなんですけど
一部ね、サンライズにちょっと補助をしてもらって走ってるっていう感じになっています。今日は終わりはね、ちょっとこのカシオペア号の車窓をちょっとお届けしながら終わっていこうと思います。3車直通するようになってます。はい、マーさんと標準地さんの許可を得まして、新城支社と、中高架支社の方、直通させていただいてる感じで走っています。おお、ちょうどいいね、ちょうどフォーマー標準記号が走っていってます。はい、そんな感じでいい感じで頑張ってますんで、よかったらコメントと高評価はいいです、コメントいただけると大変嬉しく存じますので、いただけたら嬉しいな。はい、というわけで、これからもよろしくお願いいたします。